さん、ハンドビー2発、ありがとう、ありがとう、ありがとう。てるれる、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 徳兵衛さん、花火2発、ありがとう、ありがとう、ありがとう。てるてる、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 てる。徳兵衛さん、花火2発、ありがとう、ありがとう、ありがとう。てるれる、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 てるてる、てるてる、てるてる、てるてる。ありがとうございます。あら、とりあえず入っちゃったの、こんなの。あ、出てきちゃった。もっとしっかりやれ。だったらてめえが花火投げろよ、もっと。踊ってたら当たり前、これ2200円だもん。俺もらったの。これちゃぶ台。220万円のちゃぶ台だよ。あーラフレシアニグアジャス、ありがとう。サナよりループがきつい。俺さ、今日さ、実はうなちゃんまの放送見たんだよね。で、俺もオワコンだけどさ、もう線いかなくなってさ、俺さ、もうほんと、目がこれこうなったよ、ほんと。これ。俺今日さ、何時頃かな？これ。これほん、いや、ここまで落ちたの、この人。これ。いや、これやばくない？いや、俺ね、見たんだけど、もうコメントとかあんま流れないのよ、これ。ここまで落ちたのかなと思っても。これ。で、うなちゃんまんの放送だよ。150人だったやつら。10分ぐらいで。いや、10分ぐらいでもだってさ、500人ぐらい行くでしょ、400人とか。いや、好きだけど、これを見たら、もう、佐野はもう終わったのかなって、本当思ったよ、今日。うん。で、多分行っても3、400人でしょ？だって。あそこまで落ちたらもう、俺もさすがに配信やめるよ。あれ、あそこまで落ちたら俺ね、生活保護とかもらうもん、もう。恥ずかしくできない。あそこまで落ちたら、佐野みたいに、閲覧150とか200とかね。そこまで落ちたら俺もう配信できない。恥ずかしくて。いや、立ち見出てないよ。150人だもん。佐野よりはお前の方がまだ面白い。ありがとうございます。だってこの後マジでさ、エセアカになりそうじゃない？まあ、エセアカまでは落ちないと思うけど、さすがに、うなちゃんまん。このままではエセアカになる日も近いよ、うなちゃんまんも。そろそろ。閲覧100人切ってさ。いや、俺もなり得るかもしれないけどね。明日は我が身だからね。オワコンになってさ、俺もさ、終わるかもしれないけどさ。米流れんくなる。あいつはマジのワコン。どうなんでもな。なんであんなんちゃなっちゃったんだろうな。ふわっちも A 版になってさ。なんであんな俺なんかもう、なんか悲しいよ。佐野があんな風になって。いや、助けたいよ、俺だって。助けたいけど、だって自ら自分から手をさ、差し伸べないじゃん。なんかプライドかなんか知らないけど、うなちゃんまんって。これ、孤高の存在じゃん。うん。孤高の存在なわけじゃん。
誰にも手を近づけ、一人の力でやるって未だに考えて、時代遅れね、俺みたいな時代遅れのやり方を、俺より貫いてるじゃん、あの人。だから助けられないんだよね。助けたいけど。いや、プライドは高いよ。やっぱりそのね、誰よりも配信をやってきてね、昔から。うん、で、ね、王として君臨し続けてきたっていうね。そう、無駄なプライドが高すぎる。うん、だからもうあんなオワコンになっちゃって、100人とか、200人とかで。いや、マゼさんの支援ももうないからね、佐野はもう。今誰が支援してるのか知らないけどね、うん、ティロフィナーレ香川は閲覧2桁だったけど、うん、まあ香川でもいいんじゃない、うん、だって佐野より儲かってんじゃん。マゼさんを手に入れてね、マゼさんがあの店とか全部やってるんでしょあれ、うん、だけどうなちゃんまも何もないじゃん。さ、店もね、大衆酒場うなもなくなってさ、もうできることはあの家のさワンルームのとこでさ、ずっとね、酒飲んで、やるしかないんだよ。もう。でもいいじゃん、香川はまだ。閲覧二桁でも、社員とかいるじゃん。慕ってるね。で、佐野はもう何もないんだよ。うん。それ考えると、まだ香川の方が、いい人生送ってるよね、佐野より。あ、そう、新しいバグ投げ師いるんだ。俺今日ね、なんか3分ぐらい見たときは何もなかったけどね。うん。すっきりしていい。心配だ、心配だよ。うん、なんかここまでになっちゃうと俺もね、なんか、俺もオワコンだけど、もうかなりのね。ふわっちではかなりオワコンになっちゃったけど、まあ、佐野のこと心配してる場合じゃないんだけど、やっぱり、ね、あそこまで落ちちゃうと心配になってくる、俺も。佐野のこと。助けたいよ、俺。ああ、なちゃんまんのこと。大阪行ったら会ってくれるかな？うん、大阪行ったら。そうそう、大阪行こうかなと思ってんだよ。もう緊急事態宣言解除されたでしょ。そろそろまたちょっとトライクで大阪行こうかなと思って。7月ちょっとトライク整備出して。